さあ行くで、続き行くで。さあ難しくなってきましたからね、面白くなってきたよ。罠とカエルは使いよう。カエル？カエル？って何？敵のことかな。そんな敵おったっけ、カエルみたいなやつ。これカエルなんや。あ、そっか、まあガマか。こいつをどう使うんや。まずこの杖が何かですね。金縛り、金縛り。ちょっと待ってくださいね。危ない、死によるぞこれ。金縛る意味ってどこにある？金縛る意味がわからん。しかも金縛りの数が多いのよね。ということは何回も金縛るってことなんですよね。金縛って何をさせる？丸太の罠を踏んで何かするんでしょうけど、全然思いつかん。ん？どういうこと？丸太を当てるのか？ガマグッチに当てる？いや、そういうことでもないような。あ、一個そうだとするならば、一個ちょっと思いついた。丸太の真上に乗りたいので、こう、違う、あ、これではあかんのか。ちゃうんですよ、丸太の真上に乗りたいんですよ。罠絶対発動すんのかな。確定発動か。だから分かった、だから今のでいいんですよ。あそこに置くと一番ダメやった。ちょっと待ってくださいね。これでどちらか、ここに、違う、うまくこう誘導したいんですよね。ここや、まあここでもいいわ。金縛りを置いて、これでこの状態で前から飛んでくるから。あー、ミスった。違う、足元踏んでこう、これですよ。もう一箇所ちょっとやろうか。絶妙にここで置いておいて、こっちから入ります。でここで足元踏みます。はい、こう、これでいったんじゃない。よーし、あ、いた、よし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 、危ない、よっしゃ、オッケー、イエース、やったね。まあよかったよかった。次、真空切りの巻物、持ち物を整理する。うわ、もうこんなとこまで来てしまったのか。なんやかんやおるもんね。ちょっと売りに行くね。ちょっと売りましょう。もう全部いらんもんね。いらん道具整理、いるものは置いといて倉庫でちょっと道具整理したいと思います。あとはもう全部売っ払っちゃってお金にしよう。一応現状使いそうなのは刀とギャドンな盾で、保存に入れておくのは鈍足、ゾワゾワ、真空切り、お祓いぐらいですか。あとはいらんかな。お店どこやったっけ。お店、壺割屋、お店、酒場、
ここや。売る。はいよ。ここら辺全部売っちゃって、薬草パープソー音切り草は置いとこう、素早さこの辺は置いとく、ここら辺ちょっと一種合成に使いたいので雷光6は置いとこうか。こんな感じでよし。何売ってんの、復活やり直し売ってるやん。これは2つとも買っておこう。まあ、まあ後でいいけど、この2つ買っておきますね。よし、OK。次でもうクリアをしたいんで、私的には決めたいので、さあ行くぞ。続き、どんくさいトド、どんくさいトド、まあ、ぬすっとどやろね。ぬすっとどがどうする、ワープさせるのか、盗ませてワープさせるのか。そこをそこを吹き飛ばし、鈍足、鈍足と吹き飛ばし、あーなるほど、トド城前の盾、これで盗めなくなって、鈍足投げてとりあえず遅くして、トドにぶち込むってことやね、多分ね。トドに当てるってことですよね、多分。トドをこの辺まで引っ張っといて、ちょ微妙にむずいな、この辺からダッシュ、こういうことですか。トッ、オッケー。でトドをまたこっちに持ってきて、連れてきて、待て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 、もうちょいこっちまで来てよ。よし、ダッシュ。あー、ちょっと待って、トドよ逃げる、早いなこいつ、難しいな。ほっ、角度が悪いな、角度が、角度が悪いですね。いや結構早いぞこいつ、どうしよう、もうちょっと縦に来てほしいんですよね。いやむずい、あれどうやっていった、1回目いける気がしない。よういけたな、この時点で到達しとかなあかんすもん、結構きつくないか。あ、そうか、吹き飛ばせばいいのか。え、めっちゃ恥ずかしいことしてました、吹き飛ばしめっちゃ数余ってた、2回で決めなあかんとばっかり思ってました。なぜあんな思考になっていたのか。はい、鈍足4、はい行きましょう。たまには爆発しないウニ、どういうこと、たまには爆発しないウニさせないってこと。吹き飛ばし金縛り、はい、ウニを誘導するのは間違いないでしょうけど、倒れた、うん、うん、金縛るのかな、金縛って吹き飛ばして、
ょっと待ってください。金縛って、ちょっと待ってくださいね。これで、吹き飛ばしたら、これでいいのか。ちょっと違う。いいとこまでは行った。いいとこまでは行ったな。うん。いいとこまでは行ったな。ここで一歩歩いてくるんでね。これ、ここを一個ね、あ、ずらしてこうか。こうか。これで吹き飛ばして、ここでもう一、ここで金縛り。こういうことか。これで間違いなさそうだ。さあ、吹き飛ばす。OK。斜め移動ですね。はいよ。識別の壺4、ありがとうございます。飛びつけ青春、これ好きよ。これ系好きよ。多分飛びつきの杖でしょうけど、飛びつきはマスターよ、こっちは。うわ、ごちゃついとんなー、おい、ごちゃついとんなー、おい、マジか。このまずこれとこれは絶対にここ内側、内なんで飛びつき1しかないやん。ほんで1回しか飛びつかせてもらえへんのか。ほとんど飛びつけ青春というもんでもないですけどね。そんなようなもんじゃないぞ。これは絶対ここや。で、こうで、いや、ちょ待って、こいつがここやったんか。はい、間違った。まあ、あとは詰将棋ですよね、これ。あとは詰将棋なので、絶対に違うところっていうのをもう先に、ここはもう絶対に、絶対やから、ここやから、こっちやから、ここはめてもうた時点でここ行けへん、こいつ動かせへんくなるから、やっていった方がいいのか。すごい怖いな、すごい怖いですね、これ。順番が非常に大事になりますよ、これは。これはこうでしょ。で、この2つどうするつもりだ。この2個どうするつもりなんだ、私は。こいつらがどぎついかな。はい、わかりました。飛びつき自体の場所が違うってことやね。あの2つをなんとかしないと話にならん。ということは、つまりは飛びつくべきはこっちやったということですかね。になりますか。いや、ここでもない。違うのよ。違うんだよ。この2箇所しか飛びつくの無理か。ちょっと待って、もう一回やらせてください。もう一回やらせてください。その隙間に飛びつきたいんやけど、ちょうど空いてますね、よく見たら。飛びつける可能性があるのは、まあ、こっちかこっちかこっちですけど、この、そこの、この隙間に入りたい。そこの隙間に。と考えた場合、これ、こういうことやな、多分。そこの、ここの隙間に入るやり方を、はいはいはい。だから、多分こうやって、こうやって、ここで飛びつくみたいな。ちょっと適当に試しますよ。こういうことじゃないの？
言うたらこういうことじゃない？ちょっとまあ間違ってますけど、とりあえず間違ってますけど、適当に行くならばこうやってっていう、これをこっち入れてみたいな、いけそうっすね。今のあれを下に1個やっとけばいけたレベルでしょう。これを下にやっとくのが必要やったのかな。ちょっと待ってくださいね。最終的にこれはここにはめることになるんで、こうやってこうやってこうやってこれをこっちまではめ込んで、こうはめてここで飛びついて、こうこうこう、よし、 OK、 気持ちいい、よし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 。ちょ、自分がね考えてることをね言葉にするのが難しいんですね。実況が難しいわ。いろいろ頭の中ではね高速で考えてはいるんですけど、解放のタイミング、解放のタイミング、何を解放する、雷光、場所替え、吹き飛ばし、位置、水雲、天使の種。天使の種って何？レベルアップ、飲むとレベルが3上がる。ややこいな。これまずそっち、これ吹き飛ばしを使うんだろうな。どういうこと？ちょっと待ってください。持ち物、場所替え、雷光、吹き飛ばし、場所替え、雷光、吹き飛ばし、水雲。場所替えは絶対に必要でしょう。いや、まずどうやってはめ込むかなんです。解放のタイミングって言ってるから、これをバシッと打ち込んで解放するタイミングのことを言っとるとするならば、そうっすね。まずはこれを、これで下に置ける準備はできたってことか。いや、あかん。いや、あかん。やってもだ。ちょっと待ってください。最後の1個、一手をどこに持っていくか、あとなぜ天使の種とかがあるのか。天使の種と雷光がどうも気になるな。天使の種と雷光でレベルを上げろみたいなことを言っとる可能性がある。あるですね。敵が必要になる場所が必ずある。そうやね。今のやね。ちょっと待ってくださいよ。今の。ちょっと待ってくださいね。場所替えをする必要、ここで吹き飛ばす。ちょっと待って、もうややこしい、ごちゃごちゃするな。ここ解放してマムルの攻撃で死なないようにするために自分で飲むのかな。マムルは生かすべきなんすよ、多分ね。吹き飛ばしは1個しかない、場所替えも1個しかない。最終向こう側から来たんやけど、どうすればいいんやろ。
こで場所替えをする。いや、ちょ待って、全然わかんないです。全然イメージがわかん。ちょっとまあまあ、あとここに1個置いたら終わりっていう状況っすよね。あー、わかった。多分っていう意味だけで、多分ですけど、多分でちょっと言ってみる。多分ギタンマムルっていうやつになるんですよね、多分。このこいつが天使投げたらギタンマムルにしてから、雷光でまず倒すでしょ。すると金が手に入るでしょ。この金を、こいつに盗ませる。水雲いるか？水雲必要か？こいつを盗ませるわけですよ。様子見んない、早くやれや。で、向こうの隙間に入ってくれたら、こう。ね？で、これで、こうやって、ここで場所替え。こう。よし！オッケー！ふぅ！よし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 。いけた。あー、怖かったー。怖かったー、今の。よし、腹持ちの盾、やったー。これはいいですよ。飛びつき注意、今度は注意ですか。あんまり安易に飛びつくなということですかね。人生君みたいやな。どう考えてもここに飛びつきたくなるけど、どこに飛びつこうということですね。2箇所だけ、こう飛びついて、こう飛びついて、あー、なるほど、難しいな。微妙に全部ブロックされてる感じですね、飛びつき箇所が。はあ、はあははあ、なるほど。まあちょっと、まあ試しに適当にやってみよう。こう飛んで、次は、次どこ行く？着地、陸地に着地できるような場所がないですからね。いや、まあ正直これ適当飛びで飛んでもいいような気もしなくもないですけどね。うわ、絶対ここに帰らされるのか。なるほど、それは許さないってことですね。角に当たった場合はああなる。ここの、ここで試してみよう。ここはそうなる。はい、 OK、 大体分かりました。仕様は大体分かった。まあ、うまく斜め移動を使って、きっちり行けってことですね。まずはこうやろな、多分ここっすね。ここ飛んで行けるところあるかな。違うな、ここは違う。じゃあとりあえずこっちに移動する。こっからは、あ、もう詰みか。あ、わかりました、1個わかった。左や、やっぱ急がば回れという感じやね、これ。まずは下に移動して、こっちっすね、多分。ここ行って、行けるとしたらもうこうしかないから、こうですね。でどうしよう。ここまでは間違いなさそうですけど、で、動かすのかな。これでクリアしたかな。これでクリアしたんじゃないかな。まあ言ったら、これで飛びつきを
外に解放してさらにこれを飛びついてみたいな、こうか。よっしゃー、はい、オッケー、ケース、いいぞ、はいよ。識別の壺5。だん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 良くなってきましたね。穴だらけの迷宮、だん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 ちょっとずつですけど良くなってきましたね。トンネルと土、土塊、土塊、土塊、土をボンって置くやつや、あれ多分。そこまでたどり着かないといけないですよね。全然思いつかないですね。トンネル開けていこうか。トンネル5つもあるし、その土の塊っていうのがこの水を埋められるのかどうかがポイント。埋まるわ。あれ、この1個じゃないの。あ、もう1個あった、下の方にある。見逃していたぜ、完全に見逃しておりました私。でも多分いけました。あ、違う、間違えた、こうや、あー間違えた、何してる、間違えました、すいません。いけたやん、完全にいけた。よいしょ、下から行こうか。ないよ、ナメプはいけません、ナメプは。これで壁を作るんやね、埋めるというか壁を作る感じですよね。よし、オッケー。なんかその池を埋め立てるんじゃなくて、さらにもう一個壁自体をゴボンと作ってしまうようなイメージ。土塊、土塊って呼んだらいいのかな。脱出か、一番私にはいらないものだ。行ったり来たり、はーい、行きます。行ったり来たりさせていただきましょうか。はあ、なるほど、なるほどね、行ったり来たりね、なるほど。つまり移動しまくるってことやよね。ぐる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 回らされるということだと思うので、移動しやすいようにしておかなければいけない。これはこれでいいのかな、ちょっと不安ですけど、適当にやっていこうか。あれ、もうあかんくない、もうダメじゃない、これもうダメですよ、これ。下にこう入れてって、ちょっと待ってくださいね。どこに何があるかを見とかないとね。最終多分これこうでしょう。最終形をちょっと予想して、これはめ込んで、で、行ってこう押し込んで、それが最終形かな。いや、違うな。こいつはあくまでもこっちに戻さないといけないので、これは違う。どちらかというと下から上に行く感じかな。ちょっと待ってくださいね。行ったり来たりして、上と下を行ったり来たりして開けていくので、どう詰めていくかですよね。どう詰めていくかなんですよね。
適当に、ちょっと適当にやります。ある程度見えてくるまでは。これで上は開けとかないと。いやもうこれの時点で上行けへんくなったな。最終上は開けておかないと多分ダメなので、でそうやね、でこれがこれで最終埋めるんでしょうね。多分埋めて最後の動きとしてはこう帰ってきて、こう帰ってきて、ここゴンって入れてしまってみたいな感じでしょうね。多分だいたい入れるべきやつはあってそうな雰囲気ではある。今入れていったやつらはだいたいあってそうな気はしますね。よし、まあ、これでちょっとゆっくりいきましょう。まあ左のやつがポイントっすよ。あれを下には持ってけへんよな。下に持っていくと行ったり来たりが結構不可能になってしまいますか。うん、まず何としてもここら辺のスペースをある程度空けないとダメなので、この辺を整頓したいんやけど、ここら辺を整頓したいんですよね。こいつむずいな。むずいな。こうするともう無理やもんね。こうするともう無理。動かない。ちょ待ってくださいね。ちょ待ってくださいね。むずいな。上のこのルートを確保したい。確実に。どうする?こいつ動かすんじゃないかなと思うんすけど、邪魔やし。こっちに逃がしてみるか。自由度をね全員に与えたいので、難しい。これはもうこうしかないと思うな。で押し込んでおくでしょう。まあそれ以上押し込むことはできないので、ここ一個押し込んだとして、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。帰ってこれるルート、そして押せるルートを必ず確保しておかないといけないので、これはめてまう。押せないんですよね、こうなるとね。上から押すことができない。この上の3つが厄介やな。最後まで上に乗せてしまってはいけないってことですよね。上のラインはギリギリまで確保しておかないといけない。上に安易に上げてしまったら多分もう速攻で積んでしまうから、上のルートは確保しておかないといけないんですよね。ちょっとこれならまだなんとかなるから、この状態で
最終こう帰ってきてこれを入れてこれを上に上げて左に入れるとかで終わりにしたいとなると、ここら辺はずっと開けておきたい、開けといた状態で、いやでももう、もうあれか、もうこいつら動かせへんのか、難しいな、難しいですね。ちょっとその逆消去法でやっていかないと、動かせなくなることを考えてやっていかないと、ここもだからぐるぐる回る感じにするのかね。一個はずらしとかないと話にならんすもんね。これ絶対に動かせなくなるので、動かせなくなる危険が一番でかいから、今これ一番自由な状態で、上と下が全く一緒の状態、なったのか、上下が全く一緒の状態になりましたね。で、いやーもうこれがあかんねんって、これやったらあかんねん、これやったらこっちが動かなくなるから、こっちに、こっちに動かす感じかな。ちょっと分かりやすくして、分かりやすくしてやっていきますね。あっちに動かす、いや動かす、動かすか、動かすか、コンコン、下から勝ち上げることができるから一応は大丈夫。この状態でここまで動かしても大丈夫なのか。対象としてはこれしかない。で戻ってきて、これを上に動かした場合もう出られなくなる。ということは、待ってくださいね、まあ、いろいろ試させてくださいね、いろいろ試させてください。ちょっとこれ、これをこう入れちゃってこう戻ってきて、これ最終的にここ当てはめられるから、これで一応逃げ場はできたか。ここが、ここ空きの状態で戻ってこれたらベストということですね。これでいいのか、こういっていったか、こう閉じて閉じてこうか、よっしゃー、ほら危なかった、かなり考えてしまいましたが、よし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 、消去法、消去法で、はいよ。保存の壺さん、いらねー、ここに来てまだゴミかよ。はい、まだまだ挑戦していきたいと思います。かなりこのシリーズが長くなってますが、次かその次ぐらいで終わりたいですね。では見ていただいてありがとうございました。